提供はトリップサムライがお送りいたします。名刺代わりに私の成績をご案内いたします。ウマニティで公開されている私の公式データです。小倉9レースで550万を的中、新潟101レースでは200万円的中、数々のレースを的中し、その後パタヤにて隠居生活、日本とパタヤを行き来しておりました。なぜ移住してたかと言いますと、当たるからです。今年3月より予想活動に復帰しております。チャンネル登録をしてお待ちください。アリストテレスですね。反路で加速力、そして、合わせてね、並走させてますけど、人間で言ったら人間対人恐怖症というんでしょうか、やっぱあまりね、ちょっともう馬同士での接触が嫌なんじゃないかなというふうに私には取れますが、皆さんいかがですか。なのでね、あまり馬込みに突っ込められないんじゃないかなというところ、そして、遅れちゃってますので ね、あまり評価的にやはり良くないですね。こちらは C 評価ですね。エアロロノアでございます。こちらも反路でね、加速力それから瞬発力というような状況ではございます。ただマイラーズカップをね、過去振り返る2021年、22年、23年と振り返ってもね、やはりあまりいい好調子はないですから、あまりこのね、京都というコース、カンポが大きいのでね、どちらかというと、やっぱり前走ね、エプソムカップで5着に入ったような、東京コースの方がいいんじゃないかなというところ、ただ年齢的な衰えもあると思いますので、ここは割引 C 評価ですね。続きましては A やんですね。京都はマイルチャンピオンシップで経験はしております。こちらはちょっとね、小手先だけで、今走ってるような状況で、まあちょっともうちょっとね、全身を使ってという風になってくればいいと思うんですけど、ちょっとバランスがね、まだできてないのかなというところ、状況的にはですね、まあ8部から7部ぐらいのところなんでしょうか。あまり良くはなさそうな気が私には見えます。調教評価は、B 評価ですね。コレペティトールですね。こちらは半路単走でということになりますけど、やっぱちょっとね、時計的にどうかなと。やはり、マシュゴ特別ですとかね、ちょっとババがかかるような、冬のね、金牌で、京都一着というところで、まあ京都のコースはね、いいんでしょうけど、早い決着に対応できるのかなというところ、まだね、ちょっと重そうな感じでね、最後も追ってますから、まだちょっと緩いかなという感じはしますので、まあここをね、使ってどうなるかなというところ、それから最終でね、まだこの先もね、多分どうかな、木金と追うんでしょうけど、どれぐらい変わり身があるかというところだと思いますけど、現状では B 評価ですね。スパイダーゴールドですね。こちら3頭合わせでの最終、ミホのウッドの両馬場というところですけど、まあもうちょっとね、時計的に欲しいところ、それから3頭で合わせて、まあ真ん中の馬がね、ぐっとこう出ていったところで、やはり置いてかれちゃうような感じもありますので、まあ元気はいいんですけど、まあちょっとスピード的にね、自力があるのかなというところが、気になります。まあやはりね、新潟、東京を使ってる、ダイヤメジャー3区ですからね、ちょっと京都は苦手なのかなという感じも、見受けられます。まあ走り方はまあ十分だと思いますけど、ちょっと加速力とかね、そのあたりの瞬発力がどうかなというところですね。調教評価は、C 評価です。セッションですね。こちら立東半路で、馬なりという感じでね、でも非常に元気よくですね、バランスは良さそうですね。ただあと自力がどうか、まあ京都はね、一応金牌で2着に来てますが、やはり、重い馬場、そして、前々から行く競馬となりますので、そのあたりがどうかなというところ、スピード加速、その辺を半路でね、調教していると思うんですけど、ちょっと物足りないかなというところですね。まあ評価的には B 評価ですね。セリフォスですね。一周前はね、コースでやってきましたが、最終はね、半路で、馬なりというところで、確認というレベルなんですけど、やはりね、後ろ足の欠敗がね、やっぱさすが G1 級、まあ、香港級だなというところで、ちょっとレベルがね、違うかなというところ、全く追ってはいない状況で、本人が、どういうふうに調整を自分でしようかというね、感じになると思いますので、もう馬自体の自力が全然能力が違うなというところが、調教から見てわかります。もう、文句なしの S 評価ですね。
ソウルラッシュですね。こちらは、1週前と同じく、シーウッドというところで、まあ、タイム的にはね、両馬場で今タイム出るんでしょう。これぐらいなところでも、まあ、普通なんじゃないかなと思います。まあ、前半はね、様子見ながら入っていって、後半で追うという感じで、ちょっとまだ重いのかなという感じは感じますけど、まあ、非常にやっぱりね、G1 級の馬ですから、首の使い、バランス、背中見てもね、蹴っ張りもいいですし、全然加速力がね、違うかなというところ。まあもうね、この2頭は、不動かなというところですね。まあ3着狙いというところで、こちらも調教的にはね、多分ね、8分ぐらいだと思うんですよ。ですけど、S 評価ですね。総バリアントですね。一周前は3頭のうちというところで、最終はね、まあ一応合わせてという感じなので、まあちょっとまだね、闘争心欲しいところ。前半戦は、まあジョッキーもね、かなり首振っちゃってますので、そう考えるとちょっとバランスが悪いのかなと思います。で、まあ後半ね、ちょっとスイッチが入ってからは、まあ多少ね、よくはなってますけど、まだね、本調子ではないのかなというところ。まあ数字的には多分時は出るんでしょう。ということで、調教的には B 評価ですね。トゥードジェボンですね。あんまりね、ちょっとバランスが良くないかなというところ。上と力がちょっとね、分散している。前に進もうという力ではなく、ちょっと上に飛ぼうという力がね、非常に強いんじゃないかなと思いますので、あまりちょっと力出しきれないかなという、まだ調教的にはね、良くないところですね。C 評価ですね。トランキリテですね。最終姉妹重点という感じの調教メニューだっただろうと思うんですけどね。思った以上に姉妹が伸びないというところで、かなり追ってましたけど、ちょっと追っつかない。ちょっとおっかなびっくりみたいな感じでね。果たして、この感じでですね、G1 級の馬と張り合えるのかなというところ。まあ、3着をね、今回探すという意味合いで、私も超細かくね、見てるんですけど、もう一つね、もう2段階ぐらいギア上げないとちょっと厳しいかなというところで、調教評価は B 評価ですね。日本ピロキーフですね。こちらはね、1周前は、同じ立冬ね、シーウッドで、合わせてきてまして、外からね、回っていく感じで、非常に馬を大きく見せてますので、ここのところでね、成長があるんじゃないかなという感じ。そして最終追いは単走で、もう前半は本当足元確かめる感じで、ぐっとね、手綱を絞って入って我慢させるようなね、流れ。そして最後に、少しね、見せむちをしながらの、最終追いという感じ。姉妹重点という感じですけど、ちょっとね、物見をするような感じで、まだ子供さがね、残ってるかなというところ、まあ自力がね、どこまでかなというところで、北三ブラック3区、ここで化けてくれるかどうかというところの試金石なんじゃないかなという一頭ですね。まあ調教自体は、素晴らしいとはちょっと言い切れないかなと思いますので、まあ B 評価、A に近い B 評価ですね。ノースザワールドですね。全体的にね、ちょっとこう軽いかなというね、軽いというのがですね、踏み込み、それからさばき方、全体的なバランス全てにおいてね、ちょっと軽いというね、あまりね、良いイメージではないですね。あんま調子良くないんじゃないかなという感じもしますね。調教評価は C 評価ですね。B アストニッシドですね。こちらもね、ちょっとキョロキョロと集中してないような感じで、まあレースに向かってね、集中できるのかなというところ、まあ一本ね、筋がこうズドンと入ってほしいなというところですね。まあちょっとね、さばき方も、こちょこちょこちょっていう感じで走ってますので、もう本当ね、3歳馬の頃の、スプリングステークスぐらいでしたよね。良かったのが。まああの頃のちょっとイメージではないかなというところですね。個人的にはね、ベルサイルリゾートファーム、非常に応援してるね、牧場なんですけど、ちょっとここは厳しいかなというところで、調教評価は C 評価ですね。フリームファクシーですね。状態はね、僕は何度も見直しましたが、悪くないんじゃないかなと思います。足の出方、蹴っ張り、それからバランスもね、まあ、あの S 級2頭は抜けてますけど、その他がね、ちょっといまいちピンとこないという中では、私的には、評価、これはいいんじゃないかなという評価をつけております。ただね、自力が何しろ問題。あと2段ここでね、変わってくれるか、ただ4歳
えばなんでね、急激に変わる可能性もありますので、覚醒してくれるとすれば、日本ピロ、それからフリームファクシー、この2頭は面白いような気がしますね。調教評価は A 評価ですね。ボルザコフスキーですね、1週前は単走で、シェウッドというところですけど、最終はね2頭合わせですけど 3頭合わせみたいな感じでね、外からぐっと抜かれてっちゃいましたけど、結局内から外からみんな抜かれてっちゃいましたので、置かれていきましたが、まあ動き自体はね悪くないかなと思いますけどね、まあ、ちょっと自力的にどうかなという感じ、調教評価は B 評価ですね。リューベックですね、こちらも並走で、合わせてる感じですけど、まあ状態確認するレベルなんでしょうか、合わせてからね一旦まあ抜く、まあ、気持ちが入るんでしょうけどね、その後またあんまり気持ちが入ってないような感じもありますので、まだね、本調子ではないのかなというところ、まあ自力もねあまりちょっと微妙なところでありますし、調教的にも今回は C 評価ですね。ということでですね、まあ、今回はやっぱこの2頭が抜けてるかなというところ、まあここは馬単で勝負するかなというところあたりがいいのかなと思います。まあ3着はねこれ今回非常に難しいと思います。まあ強いてね上げていきたいと思うのは、まあ、最終でねちょっとまとめてみたいかなと思います。これ総合力でね、確認したいと思っておりますので、今回はこの2頭を推奨させていただきます。いよいよね天皇賞が来週と迫ってまいりました。私天皇賞はね非常に得意なレースの一つとなっておりますので、こちらもね楽しみにお待ちいただければと思います。お前も調教頑張れよと思いの皆様はぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。そしてこの最終追いねなかなか良かったよということであれば、ぜひグッドマークをね押していただけると、私も涙ちょちょ切れますのでよろしくお願いしたいなと思います。また27日からは、香港に参りますので、佐田競馬場のね、クイーンエリザベス2世カップの様子が撮れればですね、一応撮る予定でいるんですけど、配信の方ね、29、30あたりにできるかなと思いますのでよろしくお待ちください。それではありがとうございました。バイバイ、またね。